これはあざといな。名前の由来なんや。石は宝石の石のことやろうけど、普通にダイヤモンド混合石、混合弾の石とパール真珠貝真珠弾の書いちゃうか。組織2つあるのにバージョン昇法しないんやな。首に変なもん巻いとるな。メガ進化でもするんか。尻尾みたいにしてるの EV の擬人化かなんかか。狐モチーフなんか、それともグレーシアモチーフなんかな。北海道の服装じゃないやろこれ。絶対寒いやろ。デザインはいいけどなんかのっぺりしてんな。言うほどか。この子主人公じゃあかんのか。雑。適当な仕事って感じ。布製だからすぐ破れる。布だから仕方ない。目の前で破りたい。カイちゃんお手製の沈め玉、目の前でゴミ箱に捨てたい。それ作ったのちびちゃんか。沈め玉とか誰でも作れるのに、カイちゃんの先輩特許みたいに言うなよ。お前らひどいぞ。みんなひどい。ワイは大事に使って保存用もキープする。はい。そんなことないよって言って抱きしめたい。よしよししてあげたい。メンヘラーメンヘラ。可愛いから許されてるだけでブスならクソ腹立ちそう。生徒買うのはモンハンの相棒で実証済みやからな。助かる。ほんと可愛い。自分も傷ついた過去あるの察して感可愛すぎる。メンヘラ欲張りセットやめろ。否定してほしい感出してるのほんとメンヘラ。見るたびに増えてて草。曇らせたいこの笑顔。表情豊かで可愛い。顔溶けてますよ。さ、多様な超過つけやがって裏でイチャイチャしてるんやろな。王子と姫や。敵なら許せる。腕のリスカート隠し、好き。めっちゃ強がってそう。敵、まあ強がってる。でもこの後に出てくるやつよりはマシという。こっちにする？敵。敵の方が明らかに貢献度高いのくさ。こいつほんと沈め玉しかないな。敵くんには難しい役目を任せようかな。カイちゃんは一緒においで。貢献度では確かに敵やけどな。ワイはカイちゃんの存在そのものに助けられとんねん。真珠団のリーダーやめて沈め玉職人になった方がいいよな。沈め玉ってこいつが考えついたもんじゃなくね、博士だよな。せやな、こいつはそのレシピ見てただ沈め玉作っとるだけや。カイちゃんから沈め玉取ったら何が残るんや。怒鳴りたい。引き締めたい。若い子が変な成績に目覚めそう。この頃は団のリーダー感あったのにどうして。混合団の長に舐められないよう振る舞ってただけだから。内心はビクビクやったんやろな。無理して生きてたと思うと可愛い。カイちゃんに力技決めたいんごねー。こいつメンヘラやな。めっちゃタイプやわ。あかん。字で言ってたならセンスありすぎやろ。過去から学ばない男。